1956年、アメリカ合衆国大統領選挙は、人気のある、現職大統領ドワイト D ・アイゼンハワーが再選を、果たした選挙である。この選挙は、アイゼンハワーが4年前1952年の選挙で、破った、民主党候補者、アドレース・ティーブンソンとの再選となった。アイゼンハワーは、人気があったものの、その健康問題が静かな問題になっていた。 スティーブンソンは民主党革新派の中核で人気を保っていたが役職経験がなく実質的な基盤がなかった。スティーブンソンは公民権問題をほとんど無視した。アイゼンハワーは朝鮮戦争を終わらせ国は繁栄しカリスマ的要素でその対象を疑う者はいなかった。1956年が始まると アイゼンハワーの健康状態が危ぶまれたために、2期目に出馬しないのではないかという憶測が流れた。1955年、アイゼンハワーは重篤な心筋梗塞を味わい、1956年早々には、会長炎の手術も受けた。しかし、どちらの出来事の後も、迅速に回復し、専属医師のお墨付きを得た後に2期目の出馬を決死にした。アイクは、 大きな人気があったので、サンフランシスコで開催された1956年の共和党全国大会でも反対の悪災指名された。共和党の中で唯一の疑問は、現職副大統領のリチャード・ニクソンが、再度、アイゼンハワーの副大統領候補になるかということだった。アイゼンハワーは、マサチューセッツ州知事クリスティアン・ハーターのような、党派色が少なく論議も、 少ないものを好む証拠があり、歴史家数人によれば、アイゼンハワー自らはニクソンに国防長官のような別の閣僚職を提案したと言われている。しかし、ニクソンの副大統領候補再使命に表立って反対するのはハロルドスタッセンのみであり、ニクソンは共和党一般有権者の間では高い人気を保っていた。ニクソンはまた、 副大統領のあり方を改革しており、共和党が強い州や、国中の地方候補者の選挙綱領として、それを表に出し、これら候補者たちが、ニクソンの防衛に回った。1956年春、アイゼンハワーはニクソンが再度副大統領候補となる、ことを公に宣言し、スタッセンは、党大会で、ニクソンに次ぐ位置に立たされた。 1952年の場合とは異なり、共和党保守派はその考慮を作ろうとしなかった。党大会で唯一注目すべきことは、すべてが満場一致で可決されることに抗議するために、ある大議員が架空のジョー・スミスに投票したことだった。民主党の大統領指名候補者予備選挙、アドレースティーブンソンは1952年の民主党候補者であり、 1956年も再指名に向けてテネシー州選出の上院議員で人民主義者のエステス・キー・フォー・バーと予備選ではしっかりとした戦いを演じた。キー・フォー・バーはニューハンプシャー州予備選で反対なく勝利した。キー・フォー・バーがミネソタ州予備選でスティーブンソンを破るとスティーブンソンは危機的状況にあることを認識し、 フロリダ州でキーファーバーと討論を行うことに同意した。スティーブンソンとキーファーバーはフロリダ州予備選の前の1956年5月21日に初めてテレビ中継された大統領候補者の討論会を行った。スティーブンソンがフロリダ州予備選を52%対48%で制した。 6月のカリフォルニア州予備選までに、キーファーバーの選挙資金が底をつき、資金力のあるスティーブンソンと広告宣伝力で競うことができなかった。スティーブンソンが、カリフォルニア州予備選を63%対37%で、制し、その後間もなくキーファーバーが、指名争いから撤退した。予備選挙獲得票数週ごとの勝者、 民主党予備選挙の結果、スティーブンソン・キーフォーバー・ラウシュ、マコーマック等大会シカゴで開催された1956年の民主党全国大会では、ニューヨーク州知事アベレル・ハリマンが元大統領、ハリー・エストルーマンの後ろ盾を得て、スティーブンソンと指名を争った。しかし、スティーブンソン支持の大員数が、ハリマン支持を大きく上回っており、 スティーブンソンが1回目の投票で指名を得た。投票結果は以下の通りだった。副大統領候補の指名1956年民主党全国大会のハイライトは、スティーブンソンが候補者選びの興奮を生み出そうとして、副大統領候補は大議員たちが選ぶと突然の宣言をした時だった。このことで、指名を得るために数人の候補者による、 激しい指名獲得競争が始まった。副大統領候補レースの興奮の大部分は、投票が始まるまでに大議員たちに訴える時間が、慌ただしい1日間しか残されていないという事実によっていた。有力候補は2人いた。一人は、キーフォーバー上院議員であり、主な大議員の支持を保持していた。もう一人は、マサチューセッツ州選出の若き、 上院議員ジョン F ケネディであり、当時は比較的知名度が低かった。スティーブンソンは副大統領候補として、ケネディの方を好んだが、投票に影響を与えるようなことはいかなることもしなかった。専門家たちを驚かせたことに、ケネディは2回目の投票で首位に立ち、しかも指名まで15票足りないだけだった。 しかし、多くの州がその州のお気に入りの息子候補から離反し、キーファーバーに倶り返したことから、調整後の集計で、キーファーバーが勝利した。ケネディはこの時潔い敗北演説を行った。この敗北はケネディにとって事実上長きにわたる大統領挑戦の始まりだった。キーファーバーを倒す寸前まで行くことで、全国的知名度を得ることができ。 さらに最後は、キーフォーバーに敗れることで、11月に予測される、スティーブンソンがアイゼンハワーに敗れることに対する、非難は回避した。副大統領候補者選びの投票結果は、以下の通りだった。スティーブンソンはアイゼンハワーに対抗して激しい、選挙戦を行い、両陣へともに、テレビ広告が、初めて支配的な手段になった。 アイゼンハワーが1952年に当選したのは、女性票を獲得したのが大きかったので、主婦に焦点を当てた広告が多かった。スティーブンソンは、社会福祉に充てる歳出を大きく増やすことや、ソビエト連邦との条約を結んで、軍事費を下げ、米ソともに核実験を停止する提案を行った。また、軍隊の徴兵制を止め、 すべて主眼兵に切り替える提案もした。アイゼンハワーは、個人的には、大気圏内核実験を禁止する提案のために動いていたものの、スティーブンソンのアイディアには、公然と反対した。アイゼンハワーは、第二次世界大戦の間に獲得した、大きな個人的また政治的人気を保持し続けており、選挙運動中の世論調査でも、かなりのリードを続けた。 アイゼンハワーは投票日前の週末に起こった二つの外交政策に関わる危機に助けられた。ソビエト連邦が占領したハンガリーで多くの市民がソ連軍に反抗して立ち上がった。その反乱は数日の間にソ連軍に潰された。エジプトではイスラエル、イギリス及びフランスの連合軍がスエズ運河を占領した。アイゼンハワーは この占領を非難し、連合軍に運河をエジプト支配に戻すよう圧力をかけた。この二つの出来事は、現職大統領の指示に多くのアメリカ人を結集させ、その支持率の差が広がった。アイゼンハワーはまた1954年に出た、ブラウン対教育委員会裁判の判決を支持していた。この合衆国最高裁判所による判決で、 公共教育における合法的人種差別を終わらせていた。その結果、アイゼンハワーは黒人票の40%近くを獲得した。黒人からこのような多くの支持を得たことでは、共和党候補者としては最後のことになった。投票日にアイゼンハワーは一般投票の57%を獲得し、48州のうち41州を制した。 スティーブンソンを候補は南部州のうち6州と境界州であるミズーリ州を制したに止まり過去100年間でミズーリ州を制しながら選挙には敗れた唯一の候補者になった。アイゼンハワーはルイジアナ州を制しレコンストラクションの1876年以来同州を制した初の共和党候補になった。 アラバマ州の造反選挙人 WF ターナーは、アドレース・ティーブンソンとエステス・キーフ・ォーバーに投票することになっていたが、実際には、ターナーの出身長の巡回裁判所判事である、ウォルター・バーグ・ウィン・ジョーンズと、隣接するジョージア州知事ハーマントール・マジチに投票した。州ごとの結果、青字は、民主党、赤字は、共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。 得票率差1%未満ミズーリ州0.22%テネシー州0.62%得票率差5%未満ノースカロライナ州1.33%得票率差5%以上10%未満アーカンソー州6.64%ミネソタ州7.60%ウェストバージニア州8.16%ワーシントン州 8.47%ケンタッキー州、9.09%1959 年にアラスカ州とハワイ州が州昇格を果たすので、1956年選挙は48州531人の選挙人で行われた最後のものになった。その他に次のような記録もあった。ありがとうございます。